はいはい、どうもどうも皆さんこんばんにちは、クレイジージョーカーことともいっきりでございます。はい、というわけで今回もですね、マリオカートアーケードグランプリデラックスゲームセンターにあるアーケードゲームカートゲームです。こちらの方ゲーム実況させていただきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、まあ、ハンドルのね、こう曲がり具合ちゃんと曲がるかとか、ボタン押せるかとかね、こういうのとかね、ちゃんとこうアクセルがどこまでいったかとか、ちゃんとね、いろいろ確認した上で、ぜひぜひねやっていただきたいと思います。たまにね、壊れててね、これなんかボタン全然押せねえみたいなね、あの全然なんかこれ効いてねえじゃんみたいな時あるので、たまにね、ほんと僕もあれですけど、まあそういうところもね気にしつつ、ね、コインを入れてやっていきたいと思います。はい、というわけでエントリーね、先ほども見たんですけども、まあ一応いないですし、来る気配もとりあえずないので、ね、すっ飛ばしてやってきます。そしてですね、カードの方をちょっと探すんですけども、あった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 。はい、じゃあというわけでバナパスカードをスキャンいたしまして、データを読み込んでゲームスタートしていきたいと思います。ニックネームがグリコ、称号が世界の強者、レベルが16段、コインがですね 19,796 枚ということで頑張っていきたいと思います。前回ですね、こちらのマリオ使ったんですけども、今回ですね、いつも使っているこちらのメタルマリオやっていきたいと思います。通常のマリオはですね、最高速が3、加速が3、ハンドリングが3、全部一律で3のバランスタイプなんですけども、こちらのメタルマリオはですね、最高速が4、加速が2、ハンドリングが2という結構スピードタイプでございます。で、まあこれ以前僕は中量級って言ってたんですけど、これがまあ結構重量級の割と部類に入るみたいでご指摘があったんですけども、まあでもね、結構ハンドリングが重量級にしては僕はまあ軽い方なんじゃないかなというふうに思いますけども、今回ですね、まあ、前回使ったマリオ同様ですね、マッハペガサスを使っていきます。でも、まあ、そのマリオとは別に、別で、最高速が、マックスの6で、加速が2、ハンドリングが2というような感じでございます。だいぶ違いますね。この加速とハンドリングが1ずつない、そして、さらにこう最高速がプラスされている、これはね、かなり大きな違いなんですけども、まあ、ぜひそこら辺もどうなるのかとかいうのもいろいろ試しつつ見ていただきたいと思います。じゃあこちらいきます。はい、というわけでマリオね、メタルマリオの顔をフレームでやってきましたけども、グランプリ全国制覇とあるんですけども、全国対戦やってきます。はいはい、君の分身が全国ライバルと対戦してきたということで、どんな感じなんでしょうか。はいはい、O7、うん、いい感じ、 OKOK で、そうですね、こっちのね、東京3エリア3やってきます。さあさあさあ、今回もですね、前回同様キングダムウェイやっていきたいと思います。はい、じゃあこのままでいきます。一応簡単というふうになってるんですけども、名目上はね、でもやっぱりそのコース自体はその簡単なんですけど、やっぱそのアイテムをみんながっつり強化してきたりして、もうレース自体はすごい難しい激ムズの、部類に入ると僕は思います。結構激化してくるんで、ほらもうアイテムなんかもうガチガチに固めてきてますよね、皆さんね。2人スター持ちで全員がトリプルゴーラーで、ここなんかもうシングルのとトリプルで合わせてきてるから、完全にもうみんなね、コースが簡単な分、その分やっぱレースが激化するっての分かってるし、短期決戦になるのは 100% 分かってるから、もう完全武装で来るんですね、みんなね。なんでね、意外にね、これもかなり、簡単と書いてるんですが、もう段位を越してくると結構だんだん、まあ、級が上がってくるごとに、段が上がってくるごとにかなり激化して難しくなっていくので、そこら辺は警戒していただきたいと思いますけども、まあね、僕もね、その分黄金騎士をパターンでバッチリね決めていきます。トリプルゴールドコーラ、クッパコーラ、スーパースターということでね、トリプルゴールドコーラでバチバチ1回1回追撃しつつで、まあね、1位をそのままキープして、クッパコーラでこう一気に前に出られた時は一斉排除して、最終コーナーまでにスターを保持して、でスターでこうバッチリ無敵の状態で相手も影響を受けずにやっていくという感じですね。結構ね、あのなんだろう、スカイアリーナとかあここら辺とかね、あとそこら辺は割とだいたいラップ数が多いものは大概ね、あの問題ないんですよ、そんなに、あのなんだろう、下位にいても。けどこういう割と短期決戦のものは正直ね、あんまりこう下位にいるとあまり
いい状況ではないので、ね、こうだいぶ短期決戦と先ほども言いましたけども、やっぱその分ね、ちゃんとこう1位の座をバッチリやっぱキープしとかないと、なかなか、後々ね、こう逆転が厳しい状態にはなるので、うおー、ほらこういう風にアイテムのね、かなり攻防戦がすごいね、なるのはやっぱ分かってるので、相当、ここは警戒しなきゃいけないですね。あはー、ギリギリタイミングがずれた。これはまた、まあスターが出るという風に見込んで、ここはあえて使っておきます。最終コーナーまでにとりあえず、放置しとけばいいので、そこら辺は、まあ、気にせず行きたいと思います。でここら辺は一応放置しといて、あそこでアイテム交換していきましょう。おいしょ。でこれでこのスターを、放置していきます。 OK、 防御も完璧で、まあここら辺は結構警戒しつつ、ちょっとまた手ぶれがね結構いろいろあるかもしれないですけど、申し訳ないです。まあ、ここら辺は大丈夫として、 OKOKOK、 これで、まあ使う、まあここまでスターが保持できたら、使う目安は今この目の前のトンネル、ワープトンネルみたいなのがあるんですけど、そこを抜けたここら辺ですね、ここら辺で使っていけばもう確定で勝利はできますんで、はい、まあ、こんな感じで、ね、無敵勝利ができますので、まあ、まあそこら辺も、ね、目安にしていただきたいなと思います。はい、というわけで見事1位勝利いたしました。ありがとうございます。どうもどうも。いやー、よかったよかった。とりあえずね、無事勝利が確定いたしましたけども、ね、いやー、よかったよかった。まあ、結構今回も割とやっぱね、自分の使いやすいキャラだと、その分やっぱ勝率もグッとね上がってくるからね、すごいありがたいですね。はい、さあさあさあ、というわけで、まあ今回はここら辺でお別れになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなんかもよろしくお願いいたします。前回の、マリオカートの動画だったり、他のマリオカートのね、実況動画を見たいという方はですね、下の動画説明欄、概要欄の方に、URL を貼っておきます。そちらの方をクリックしていただいて、そちらの方からぜひとも見ていただきたいと思います。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。アディオース、バイバイ。